では両チームのスターティングラインナップです。ホームの金沢は前節から3人入れ替えてきました。ゴールキーパーが白井、桜井、井上、孫、バイヤの4バック。ボランチに藤村と梶浦、右に石原、左に加藤、林と今日コンビを組むのは奥田です。ご覧のメンバーとなっています。そしてアウェーの山口です。 4-1-2-3 と予想しています。前節からは4人入れ替えています。ゴールキーパーが関、高木、松本、生駒、前の4バック。アンカーの位置に佐藤、その前に矢島と川野、吉岡、皆川、松橋の3トップを予想しています。短めのパスも、ね、長めのパスも得意な選手ですね、はい、ここも奪えばチャンスですが、奪った矢島のシュート、孫がなんとかクリアしました。コーナーキックに変わります。ボックスの外からビッグチャンスを迎えました。ダイレクト、石原がよく奪いました。林が縦へ抜け出す、ビッグチャンスを迎える金沢。林中を見た、右足クロス、林は手に当たったと主張していますが、おーっと PK、 スタニ主審は PK とジャッジしました。松本大輔の肘のあたりに当たりましたが、うん、そうですね、林にとって2015年の J3 鳥取時代プロデビュー戦がこの山口戦でした。きっちりと決めた金沢、今シーズン初の先制ゴール、林正道今シーズン2点目。コース自体は自分がこう狙っているところのコースではなかったかもしれないですけどね、キーパーしっかり見て逆つきましたからね。逆にね、ここ過去今まで4試合先制することがなかったので、はい、ここからのゲームのね、進め方というか展開の仕方もね、カナダにとっては今シーズン初のところですからね。そうですね、はい、どれだけ落ち着いてゲーム進めながら、うん、はい、奪った矢島、矢島慎也から前のクロス、低いボール合わせた、押し込んだ、すぐに追いついた吉岡、1対1ゲームを振り出しに戻します。まあ、スピードアップをチームでするって決めた時にはこう全員がしっかりゴールに向かってプレーするっていうのは基本ですから、はい、まあ、それがね、しっかりこう点に結びついた、これもいい点でしたね。このビルドアップの中心がこの佐藤です。矢島に入ったところでうまく奪いました。林、石原、右足クロス、低いボール合わせた、奥田光也だ、移籍後初ゴール、40分、金沢再びリードを奪います。ボールをしっかり高い位置で奪い返して、そこからね、一度林選手に当てて真ん中に空いて集めたんですよね。そこで空けたスペースをしっかり石原選手が走り込んでくる、でここもワンタッチで早いタイミング で中も奥田選手走り込んでますので、3人のこう林選手、石原選手、奥田選手の、ね、狙いというか連携がね、シュッとはまった瞬間でしたよね、はい、素晴らしいゴールですね。高い位置で奪った、林、林正道、中を見て加藤純也、関がよく弾きました。早速ビッグチャンスを迎えました、はい、前半を終えたスコアからまだ変わらず金沢リードの展開です。さあ、スピードアップしてきた、左足のクロス、うん、詰めていった、うん、キーパーよ、まだある、白井がよく弾きました。ビッグチャンスでした。ここでね、クリア仕掛けできませんでしたがね、ちょっとピンチかなっていうところで白井選手のセーブと、ここもよく我慢して足しっかり残しましたからね。ロングボールは田中俊也の元へ届けましたが、ここは奪ったのは加藤でした。梶浦からのスルーパス、ビッグチャンスを迎えます。石原、石原のクロスに奥田光也だ、
チャラネッチのいいクロスですよね。キーパーとディフェンスの間、キーパーが出てこれないコースにボールをしっかり流し込んで、ここに奥田選手も、ね、ディフェンスと競り合いながらなので、もうちょっと離れてっていうところのも視野に入ってると思うんですけど、まっすぐしっかり入ってって、ね、ボールにしっかり合わせに行きましたよね、はい、しっかりアプローチに行ける状態になってるんですけど、はい、時折こう1人の相手に対して2人でアプローチ行ったりしてるんですよね。まあいったところでこうちょっともうちょっとコミュニケーション取っていかないと危険生まれます。林から石原、間に合うか、石原詰めてた、加藤純也が決めた、金沢4点目、4連敗で苦しんだ、しかし今日は4ゴールを奪った、新戦力が躍動です。ここで拾った杉浦恭平、来て押し込んだ、今日は5点を奪った金沢、まあ、最後は、ね、冷静にキーパー今見て、ここしっかり見てね、パースっていう技術の高さも見せましたし、はい、小林は出しどころを探します。アウトサイドで供給、ここはホイッスルがありました。いいプレーですね。そうですね、うん、島田のファールがあって PK のジャッジです。プロ24年目、 J2 札幌時代の2000年からリーグ戦では23点連続でゴールを決めています。この PK を決めると24シーズン連続となる記録を塗り替えることになります。守るは白井優斗、山瀬浩二決めた、これで新たに記録を塗り替えました、24シーズン連続ゴール。ジュビロ磐田の遠藤康人に次いで新たに記録を樹立しました。終わってみれば5対2、金沢大量得点で第5節のゲームを終えました。